僕は昔の自分に勝ちたい。ひろげです。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。はい、今年もめでたく2022年を迎えることができました。ということで今回の動画は僕の2022年の目標を発表したいと思います。ちなみに去年の目標は2級建築士を取ると内定することでした。ちなみに内定はしましたが2級建築士は受かりませんでした。いや、あの時はあと1点足らなかったのがめちゃめちゃショックでした。去年の目標が1個だったんですけど今年は4つ書きました。では今年の僕の目標を見せます。それがこちら。はい、こちらです。まず1つ目は建築士の資格を取ることです。まず1つ目なんですけど、もうこれは絶対に今年は達成したい目標です。僕も2級建築士の試験学科で2回落ちてるので今年こそは絶対に合格したいので1番は建築士の資格を取ることです。個人的に目指すのであれば学科生徒ともに一発合格を目指したいです。でさらに言うと僕は今年大学を卒業するので大学を卒業と同時に1級建築士を受験することができるので1級建築士にも挑戦したいと思います。続いて2つ目はチャンネル登録者数を倍以上にすることです。続いて2つ目なんですけど、僕の今のチャンネル登録者数が398人なので2022年の年末までには800人ぐらいは欲しいところです。そして3つ目は月間の動画の本数を10本以上上げることです。3つ目なんですけど2つ目の目標を達成するための目標です。ちなみにカッコ書きで3月7月9月は除くって書いてあるんですけど、これについては引っ越しや建築士の試験などで動画本数がちょっと下がるのでこの3ヶ月については除きますと言いたいところなんですけど、今のご時世的にもしかしたら引っ越しが2月になるかもしれないので、まあ今のところ2月下旬頃には引っ越しを考えております。そして最後4つ目は昔の自分に勝つことです。そして最後の4つ目なんですけど、僕は昔の自分に勝ちたいと思い書きました。僕も22年間生きてきた中で一番輝いていたのは18歳の頃です。18歳の時にバイトして2級建築施工管理技術者検定の学科を受かって危険物のお釣りを全部取ったんで、あの時の自分を超える自分にしたいということで4番目の目標は昔の自分へ勝つにしました。はい、ということで僕の2022年の目標は以上になります。目標はやっぱ全部達成したいので今年はめちゃくちゃ頑張りたいと思います。なんですけど、まあ僕4月から社会人になるのでもしかしたら3番目の目標は達成できないかなって思うんですけど、まあ実際働いてみないとわからないのでもしかしたら目標の変更はあると思うんですけど、できたら僕は先ほど言った4つの目標は絶対に達成したいと思います。はい、ということで2022年私ひろげをよろしくお願いします。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。